君からまた電話が鳴る。その度に僕はこう答える。今日はどうしたの。まだお決まりのセリフをご消耗なのかな。黙ったままうつむいている。迎えては大きなその目からこぼれ始めた綺麗な君の涙を抜く。わかってるよ、わかってるよ、僕にはできないんだ。静かに泣く君を慰めることしか。だからもっと泣いて我慢しないで。今だけは僕の胸でほら話のしならら、そろそろもう迎えが来るよ。でも分かってるよ、分かってるよ、君